高等研の近藤です。本日は私の研究課題であります、知覚と判断における履歴効果メカニズムの解明ということについて、報告させていただきます。発表の概要としましては、最初に研究活動の報告をさせていただいてから、最後に教育活動の報告をさせていただきたいと思います。で、特にですね、2021年4月からの着任期間におきまして、介護の理由で研究中断した期間がありまして、研究活動が当初の計画よりも遅れている状況ではあるんですけれども、これまでのところの進捗ということで報告させていただきたいと思います。で、まず、研究活動の報告としましては、最初に、研究背景として自身が以前に行った判断と知覚における履歴効果に関する研究成果について簡単に説明させていただいてから、次に高等研での着任期間における研究成果と進行中の研究課題というものについて説明させていただきたいと思います。で、まず、研究の背景なんですけれども、私たちが外の世界を知覚したり、あるいはその知覚したものに対して判断を行う際には、物理的に同一の刺激が提示されていても、刺激に対する判断や知覚というものが過去の時間文脈によって変化するということが明らかになっています。例えば、こちらの顔の魅力判断というものを例にとりますと、この顔刺激を見て、その魅力を7段階で評価してくださいと言われたときには、直前に提示された顔に対して魅力度が高いと判断した場合には、現在の顔の魅力が増して判断されるのに対し、反対に直前の顔に魅力度が低いと判断した場合には、現在の顔の魅力度が減じて判断されるというように、現在の判断が直前思考の判断に近づくように変容する履歴効果と呼ばれる現象が生じるということを以前の研究で明らかにで、こちらのグラフにつきましては、現在の思考の評定値というものを従属変数、1思考、2思考、3思考前の評定値を独立変数として、重回帰した際の展開期係数というものを示していまして、つまりこの縦軸の値が大きいほど、現在の魅力を近づける効果量が大きいということを、示しているんですけれども、この履歴効果というものは1思考前、つまり直前思考からのみ影響を受けるということが示されました。で、この履歴効果というものは、現在評定されている人の魅力とは関係のない過去の他人から影響を受けているという意味で、例えば、面接ですとか、あるいは競技審査といった公平さが求められる場面での判断というものに弊害を生じる可能性が示唆されるわけです。このように、ここまでの研究では、私たちが行う判断というものにおいて生じる履歴効果について、検討を行ってきました。しかしながら、情報処理プロセスの観点というところから考えてみますと、判断というものを行う前の過程には、外界の刺激を知覚するという過程があると考えられます。例えば、顔刺激というもので考えますと、魅力的かどうかということを判断する前には、その顔刺激の輪郭とか表面情報からそれを顔として知覚する過程があるわけです。そこで、次の研究では、判断レベルというレベルだけではなくて、知覚のレベルにおいてもこの履歴効果が生じるか、つまり、顔の見た目自体も直前からの影響でより魅力的に見えるということが生じるのかということについて、検討を行いました。で、ここで、知覚レベルにおける履歴効果というものを調べるためには、実験に参加していただいた参加者さんが、実際に知覚している顔というものを測定することが必要になるんですけれども、ここでは、調整法という、知覚した見え方というものを測定できる心理物理学的手法を用いました。で、具体的な実験手続きなんですけれども、思考ごとにですね、目標となる顔刺激を
500ミリセカンドほどの短い時間停止します。そしてその後で段階的に変化する調整顔というものを定義。で、この調整顔というものは、参加者さんが左右のボタンを使用するのに応じて、顔が変化していくんですけれども、参加者さんにはこの調整顔を目標顔と同じ顔に調節してもらうという、もらうように表示を行います。そして、この最終的に、調整された顔というのを参加者さんが知覚していた目標顔として決定する方法になります。で、この時ですね、調整された顔というものは、目標顔と全く同じ顔にマッチングできる場合もあるんですけれども、目標顔の提示時間というのは500ミリセカンドの短い時間の提示時間ですので、思考によっては目標顔よりもややずれた顔が選ばれるという場合があります。そして、この時、これが重要なポイントなんですけれども、参加者さんにとっては、これは単に顔のマッチング課題を行っているという、ものなんですけれども、実はこの調整顔というものが顔魅力の、計算モデルというものに基づいて、ある一つの顔、この図で言いますと、0.0 の顔というものを元にして、魅力度が定量的に数値として変化するように作成されていました。つまり、例えば目標顔が 0.5 の顔魅力だったときに、参加者さんが知覚していた顔が例えば 1.0 の魅力であったとか、あるいはマイナス 0.5 の魅力度であったということが数値として把握できるわけです。で、このとき、本来はですね、この参加者さんによって調整された顔といいますのは、現在の目標顔のみによって決まるはずだというふうに考えられます。しかしながらですね、このマッチング課題を何回も繰り返していきますと、この現在の思考で調整された顔、つまり現在の思考で知覚した顔の魅力度というものが、本来は関係ないはずの、この直前思考の目標顔の魅力度に近づくように変化するということが示されました。つまり、直前思考で魅力度の高い顔を見た場合には、現在の思考で見た顔も魅力度が増して知覚され、反対に直前思考で魅力度の低い顔を見た場合には、現在の思考で見た顔も魅力度が減じて見えるというように、顔魅力の見え方も直前の思考からの影響で変化するということが明らかになりました。で、ここまでの研究をまとめますと、私はこれまでの研究において、知覚ですね、刺激の見えにおいても、あるいはこの、刺激に対して、例えば魅力のようなことを判断する判断場面においても、過去の履歴に近づくように変容する履歴効果というものが生じるということを明らかにしてきました。で、しかしながらですね、検討すべき課題というものを挙げますと、知覚と判断における履歴効果というものは、これまで異なるレベルの問題として別々の文脈で論じられてきたために、両者がどのようなプロセスを経て生じるかということについて明らかになっていないという点が挙げられます。例えば、両者は共通のメカニズムで駆動されているのか、あるいは異なるメカニズムが駆動されているのかという問題が考えられるわけです。この点について私は、履歴効果の個人差という観点から同じ枠組みで捉え直すことで明らかにできないかというふうに着想しました。で、具体的には、これまで行ってきたこの知覚と判断の履歴効果における研究で、知覚においても判断においても、履歴効果には個人差があるということを観察していたんですけれども、知覚と判断の履歴効果がもし同じメカニズムで駆動されているならば、両者は個人内で高い相関を示し、もし異なるメカニズムで駆動されているならば、個人内での相関関係は見られないのではないかと考えました。そこで、高等研における研究では、この履歴効果の個人差というものに着目しまして、知覚と判断において生じる履歴効果の関連性を調べて体系化することによって、
履歴効果の正規プロセスを総合的に解明するということを目標とし、研究を行いましたので、研究成果と進捗を報告させていただきます。まず、履歴効果の個人差について、どのぐらいの個人差があるのかということと、その個人差は個人の中でどのぐらい安定しているかということを調べるために、方位近くの履歴効果というものについて、個人差とその安定性を検討しました。こちらは、カリフォルニア大学バークリー校のホイットニー研究室との共同研究になりまして、昨年度、ジャーナル・オブ・ビジョン誌に掲載された成果になります。で、どういう研究を行ったかといいますと、同じ実験参加者さんに、2日間にわたって方位近くの履歴効果というものを調べる実験を行って、その2日間の履歴効果の相関を調べるということを行いました。で、課題としましては、これまでの、近くの履歴効果の実験と同様なんですけれども、このガボール刺激という、いろいろな角度の縞模様の刺激を500ミリセカンド程度した後で、この近くした刺激と同じ方位を、このバーの角度を調整することで再現してもらうという課題を行いまして、この課題を繰り返したときに、直前指向のガボール刺激の方位というものが、現在の指向で調整した角度に与える影響というものを調べたわけです。で、こちらの研究で、今までのように顔刺激ではなくて方位刺激を用いた理由なんですけれども、もともとこの知覚における履歴効果というものが報告されたのが、この方位刺激の、知覚であるということと、また、後の方で説明しますけれども、履歴効果について、軌道刺激や方位刺激、あるいは顔刺激といったさまざまな刺激感での履歴効果を比較する目的があったため、こちらの刺激を用いました。で、結果としまして、こちらの図が1日目と2日目の履歴効果の個人内の相関関係を示したものなんですけれども、まず1つ目に、履歴効果には大きな個人差があるということが分かりました。で、履歴効果は前の指向に近づく、つまり、プラスの効果を示す人が割合的には、多いんですけれども、中にはこの点線の中のように、マイナスの効果量を示す参加者さんというものもいらっしゃることが分かって、効果量も個人によって異なるということが示されました。また、この1日目と2日目というのは、3日から7日までの、期間を空けた2日間、で、実験を行って、その相関を調べたものになるんですけれども、相関係数は 0.63 ということで、方位近くの履歴効果というものは、個人の中で安定していて、別の日に測定しても、個人内で正の相関が見られるということが、示されました。で、ちなみに、こちらは、中心視野ですね。見ている位置に刺激が提示された場合の方位近くというものを調べたものになるんですけれども、視覚ではですね、その中心視と周辺視というものが、視覚特性が異なっておりまして、周辺視では中心視よりも解像度が低いということが分かっておりますので、続いての実験では、この、方位刺激の履歴効果について、中視点の、約視覚10度離れた位置に刺激を提示しまして、履歴効果を調べ、その履歴効果の効果量を、異なる2日間の間で相関関係を調べます。で、そうするとですね、結果はこちらのようになりまして、やはり、刺激を周辺視にして、方位近くの履歴効果というものを調べた場合でも、大きな個人差が見られるということと、その履歴効果が個人の中で安定しているという、中心視の場合と同じ、効果が見られるということが分かりました。また、最後にですね、今度はですね、この方位近くの履歴効果というものが、見ている視野位置に特異的な効果なのかということを調べるために、今度は1日目と2日目に、中心視と周辺視、あるいは周辺視と中心視といったように異なる位置での履歴効果というものを調べたんですけれども、結果としまして、刺激位置が異なる場合には、履歴効果の個人差、個人内での相関関係は見られなくなるということが示されました。つまり、
方位近くの履歴効果は、視野の位置に特異的であるということについても、この実験で明らかになりました。ということで、近くの履歴効果は、個人内で安定しているということが、示されたんですけれども、この結果を受けまして、昨年度からは、知覚と判断における履歴効果の関連性というものを体系化することを目標に研究を行っています。で、具体的にはどういうことかと言いますと、先ほどは知覚の履歴効果について、2日間の効果量の相関というものを調べましたけれども、今度はですね、同じ実験参加者さんに対して、同じ知覚レベルで異なる刺激での履歴効果というものを調べて、その関係性を調べたり、あるいは、同じ刺激に対して知覚と判断の異なるレベルの履歴効果の関係性を調べるということで、処理レベル内での相関関係というものや、処理レベル間での相関関係について検討し、知覚レベルと判断レベルにおける履歴効果について、情報処理プロセスの観点から明らかにするということを目標に、しています。で、現在のところはですね、このオレンジの、図の部分ですね、同じ顔刺激に対して、知覚と判断における履歴効果の個人内相関を調べた成果について、進捗しておりますので、そちらの、実験について最後にご報告します。で、こちらの実験ではですね、知覚課題としては先ほどの顔のマッチング実験を行って、現在の、顔の見えが直前思考から受ける影響というものを調べるという実験を行います。で、また判断課題としてはこの知覚課題と全く同じ顔刺激を用いまして、参加者さんに顔の魅力を7件法で判断してもらうという課題を行い、その判断が前の思考から影響を受ける効果量というものを調べ、この2つの知覚課題と判断課題の効果量を調べます。で、結果としましてこちらが38名の参加者さんにおいて、知覚の課題と判断の課題の履歴効果量を示した結果になるんですけれども、結論としましては、顔の知覚における履歴効果というものと顔の魅力判断における履歴効果は個人内で相関関係が見られないということが示されました。つまり、このことはですね、先に説明しました、検討課題に照らし合わせて考えますと、知覚と判断の履歴効果が異なるメカニズムで駆動されている可能性が示唆されたという結果になります。しかしながらですね、この相関関係というものは現在のところ顔刺激のみで検討した結果になりますので、今後は軌道刺激など、他の刺激で知覚と、判断の履歴効果を調べることによって、総合的に考察したいと考えております。で、また、この図の緑の部分ですね、同じ処理レベルで異なる刺激を比較する処理レベル内での相関関係というものについては、特にこちらは軌道刺激や方位刺激といった、モニターでの厳密な刺激制御が必要な刺激になるので、特に初年度から2年目のコロナ禍においては対面実験が制限されたこともあって、行えない時期もあったんですけれども、現在では感染状況が好転して対面実験も通常通り行うことができるようになっていますので、こちらについても残りの期間において研究を進めていきたいと考えています。また、最後にですね、研究の展開や応用可能性についてですけれども、本研究によって履歴効果の正規プロセスというものが解明されれば、実社会場面で生じている履歴効果による弊害を解消することができるというふうに考えています。履歴効果というものは、実社会場面においても、例えばテストの採点や競技審査、医療診断など様々な場面で生じていて、正確な判断や適切な候補者の選定ができないという弊害を生じていることが、いくつかの研究において示されています。なので、本研究によって知覚と判断における履歴効果の正規プロセスが明らかになれば、これらの解消に寄与することができ、基礎研究に対する、の社会に対する貢献につながることができると考えています。また、この社会場面の履歴効果については、今年度の基幹理工学部の接続研究で学部生との共同研究になりますけれども、お笑い審査における履歴効果を調べ、その正規要因を明らかにするという研究が進行中でして、こちらについても検討したいと考えております。
ここまでが研究活動の報告となります。最後に着任期間における教育活動ということについてですが、着任期間においてこちらの3件の授業担当と、また機関理化学部の卒業論文で学生との共同研究を行いましたのでご報告させていただきます。以上です。ご清聴ありがとうございました。